ルーカス・クラナッハによるフィリップの肖像画。ユサイ・フィリップ・メランヒトンは、ドイツの人文主義者、キリスト教神学者。ルター派。ルターの宗教改革において、ルターの思想の体系化に尽力。プロテスタント政党の基礎を築いたという面で、カルバンと並び称される。本名の聖シュワーツァードはドイツ語で、黒い土を意味するものであるが、メランヒトンもギリシア語で、黒い土を意味するものである。このように、ギリシア語名を自称したことにも、フィリップ・メランヒトンが、ギリシア文化を重視する。人文主義者として育ったことが示されている。1517年に和解して、ヴィッテンベルク大学のギリシア語教授になる。1518年、ルターに共鳴して、宗教改革に参加。非体系的、直感的なルターに対し、メランヒトンは、体系的、知性的であり、ルターの思想を体系化していく役割を担った。また、人文主義に基づく、中等学校、古典的なコレギウムを開き、ルター派の中等教育、高等教育に貢献した。1521年、ロキ・コンムネスを執筆する。ロキでは、神学的議論のみならず、倫理的な論点が含まれており、信仰によって、義とされる説が強調されている。1530年に、福音主義教会の最初の信仰告白、アウクスブルク信仰告白を執筆する。これには、ローマとの対立をできるだけ緩和しようという意図もあり、教皇権、煉獄といった問題には触れられていない。しかし、カトリック教会はこれに反撃して、コンフェシオ・ポンティフィシアを出したため、メランヒトンは、アウクスブルク信仰告白の弁証を書いて、再反論を行った。アウクスブルク信仰告白と、アウクスブルク信仰告白の弁証は、ルター派の信仰告白となった。しかし次第に、ルターとの思想的相違が、顕在化してくる。ルターは、信義と聖歌を動的に結合させて理解したが、メランヒトンは両者を、はっきり区別し、信義を、罪の許しと、同一視する傾向があった。さらに後年には、メランヒトンは自由意志を、ある程度容認するようになり、生産論ではカルバンに接近した。ロキの第2版、アウクスブルク信仰告白の改訂版にもそれが現れている。このことから、ルター派内部に神学論争が起きることになった。メランヒトンに同調する人々は、フィリップ派と呼ばれる。メランヒトンが、人は神の恩寵に対して自ら答えうるとした主張は、新人協力説と位置づけられ、メランヒトンの説が元になって起きた自由意志をめぐる論争は、新人協力説論争と呼ばれる。この論点において、メランヒトンの主張は、エラスムスと同様のものであるとされることがある。メランヒトンの墓。ヴィッテンベルクの諸聖人教会。1560年4月に昇天。墓は、ヴィッテンベルクの諸聖人教会内、マルティン・ルターの隣にある。ありがとうございます。